でしょ。どうもこんにちは、徳島アランです。今日はですね、こうやってねコーヒーをね、飲みながらですね、まあゆっくりね大会の練習していこうかなと思います。そうです、ワイルドカード出ます。8000円、飛んでっちゃいました。はい、せっかくね8000円を羽ばたかして巣立ちさせたということでね、まあここはね親としてしっかりと見送ってあげなきゃなと思うのでね、まあ練習をしっかりしようと思います。はい、ということでねやっていくんですが、ちょっと白いんだよね今日ね。動画撮ろうって正直思ってなかったから、ちょっと白いの着ちゃいました、すいません。でもねやっぱ半袖じゃないとちょっとやりにくいのでね、これで、まあ、今日は練習動画なので、こんな感じで練習していきたいと思います。ああ、うめ。ちょっとね、香水にね、ホップを入れたんですよ。ね、こんな感じでホップ入れて、間に合ってくれ頼むからって感じ。本当にね、結構ね、怪しい技を入れちゃってるんですけど、なんかまあミスってもいいかな、とりあえず点を取りに行く構成で、頑張ってみました。まだね、あと3週間くらいは、まあ3週間切ったかな、あるのでね、これでとりあえずやっていこうと思ってます。曲に合わせてやったりもしてるんですけど、やっぱね曲に合わせてやるのも大事なんですが、曲に合わせ続けると、焦って雑にトリックをねやる癖がついちゃうので、しっかりね丁寧にこう技をこなす練習をして、合間にね、曲を流して、通すっていう練習法が一番いいと思って、で自分はこのね丁寧に練習する部分をねちょっと動画に撮ってやっていこうかなと思います。曲はねスマホでいつもかけてるんで、で僕撮影もスマホでやってるんで、ね、なかなかそこが難しいので、こうちょっとね丁寧に練習する部分だけ動画を上げていけたらなと思います。丁寧に技を やる練習と、曲に合わせてまあそのなんだ決められたペースでやる練習、この2つを同じようにねこう均等に練習していくことが、大会での練習で多分大事だと思うので、ぜひねこれから大会に出る人もね参考にしていただけたらなと思っております。真面目ですね徳島アランは。すごいです。はい、あーうめ、あーうめーめー。これ多分ノーカットでいくんですよね、だからちょっとね恥ずかしい部分は見せられないんですけど、ね、いつもだったらねカット入れるんで途中でチンチン出したりとかするんですけど、まあね今回はねカット編集とかもね別の動画の、ね、編集とかもあったりするので、ちょっとね、今日はね、ノーカットで生々しいね、練習風景を見せてきたかなと思います。そう、なんかね、今僕飲んでんのね、これカフェイン、ちょっと待って、なんかそれダメだ、練習なのになんか練習できてない気がするな、これ。ちゃんと練習しよう。ほらね、こう、使っちゃうから、ここが、ここ使っちゃうんですよ。そうそう、チュートリアル動画とかの、ね、リクエストたくさん今いただいておるので、順番に紹介して、まあ紹介できるやつは紹介していこうかなと思います。正直ね、メタスラックはね、僕より解説上手い人がツイッターにいるんですよ。なので、そちらの、ね、方の、リンク貼らせていただきたいと思います。メタスラック、どうしよう、リンク貼っていいのかな、
なんかどうなんだろう、紹介していいのかわからないんだよね。まあ、もしねよかったら、リンク貼ってもいいのかな、わかんない、どう勝手に紹介していいのかわかんないですけど、まあツイッターにねメタスラックで多分調べたら出てくるんじゃないかな。いるんですよね、あの普通にあのメタスラックを極められてる方がいて、普通にね解説動画をとかあのツイートをしてるんですよ。その人の方が多分分かりやすいんですよね。だからね、まあどうしよう、一応作ってみようとは思ってるんですが、多分そっちの方が分かりやすいんで、そっちを参考にしてもらえたら助かるんですが、僕ね何せねメタスラックのコツねあんまり分かってないんですよ。あのなんか手で覚えちゃってるっていうか、手の感覚っていうので覚えちゃってるから言語化できないっていう、なんかこのね YouTuber としてのね決定的なね致命傷を負ってるんですが、あのリジェクションリバースルディニーとかもね、あのなんかこれとかもあのリクエストいただいてるんで、そういうのはまあ取ってきたらなと思うんですが、まあだからまあ自分がねコツを拾えてる技を中心に上げていくので、できててもあのコツが説明できない技も結構あったりするんですよ。だからそういうのはね結構ちょっと遅めになるかもしれないです。いつかはやろうと思ってるんですが、一応コツはねあの自分もね探し続けてるので、あなんかこれあの分かりやすいコツかもっていうのを拾い次第、投稿していくので、なんだリクエストいただいた技かなりね未来の話になるかもしれないんですが、気長に待っていただけたらとても助かります。はい、手順系とかだったらねすごくね説明しやすいんですけどね、結構割とねメタスラックってね感覚系に近いんですよね。これあのそうなんですよ、 こことか特に感覚かな、あとここもねもう全部感覚じゃねえかって感じなんですけど、あのそうなんですよ、慣れっていうのもただ慣れっていうともう完全に突き放しちゃうんで、あんまりそのあ何これこの技は慣れでできるよっていうのはあんまり言いたくないんですけど、けどね結構割とねあるんですよ、慣れの技が結構あって、まあでもそれをね言語化するっていうのが多分なんだ解説動画を作る人の役目だと思うのでね、頑張ってねそこは僕もね、探し続けていきたいと思うので、今後ともねこの徳島をよろしくお願いいたします。選挙活動みたいになっております。今のこの徳島はねあの大会の向けて練習している徳島ですよ。喋りながらやってこれ練習になってるのかな。いや、なってるぞ。新しいエレメントをね、織り交ぜてみたんですよ。あの、結構ね、あのアドバイスをいただいたりとかもしてて、ねえ、すごいありがたいっす。いやー、なんかね交流の場を広げるのってすごい大事なんだって最近めちゃめちゃ思ってて、情報が全然違います。なんか自分が今までこうだなと思ってたことが実はそのやり方違ったみたいなのがあって、そういうのってね練習会とか行って人に出会うと結構その教えてくれるんですよね皆さん。でそういうねなんだろうな、そういうね情報だからといってそのなんつうのかな、そう例えばそれは自分しか思ってなかった勘違いだったりもするので、人によって違うんですよ。だからなんかまあその人に合った情報っていうのもあの皆さんが教えてくれるので、練習会はマジで大事でございます。うん、大会とかね見に行くだけでもその選手とかの人とかの交流があったら結構大きい収穫になると思います。いや自分はねいろんな人に教えられてここまで来れたので本当に
まだまだですが、いやー、ほんと今はマジでヨーヨー楽しいですね。だから目標がはっきりしてると楽しくなってきます。いやだ、まあその中で例えばなんか学んだ情報の中で、そのなんだ、これはみんなに言えることだなみたいな情報とかも、あの僕の動画で言えたらなと思います。なんか今はね、情報いっぱい集めてるので、情報いっぱい集めてるというか、情報いっぱいくれてるっていう感じですかね。僕がいただいてるって感じなんで、それでなんか集まった情報で、これは自分だけに言えることじゃなくてみんなに言えることだなみたいな、そういうね情報は、YouTube でね伝えていけたらなと思っております。なんかちょっと今 YouTuber っぽいんじゃないですか、徳島アナ。楽しいんだ、ヨーヨー。あ、そうそう、そうなんですよね。やべ、ノーカットだからさ、なんかいつもさカットしてる部分もさ入れるじゃん。だからめちゃめちゃ恥ずかしいな、なんかこれ。そうそうそうなんですよねって言って喋らないとか結構よくやってるんですけど思いついたけど忘れちゃったりとかするんですよ、こうやって動きながら喋ってると。めちゃめちゃ恥。あ、そうそうそう、今言おうとしたことあれだ、コーヒーの話だ。コーヒーの話なんですよ。なんかね、コーヒーね僕めちゃめちゃ好きでいつも飲んでるんですけど、すごいね肌荒れしやすいんですよ。で調べたらカフェインは取りすぎると肌荒れするって書いてあって、なんかストレスホルモンみたいなのを分泌するらしくて、それでね肌荒れを起こすらしいんですよ。で確かにね、コーヒー飲んだ後僕めっちゃ肌ベタベタになるんですよ。油ぎっしゅになるっていうか。でその理由って多分カフェインのそのストレスホルモンをね分泌するっていう作用らしくて、で僕最近ねコーヒー控えてて、今これカフェインレスコーヒー飲んでるんですよ。なんかね、デカフェは 100% カフェインレスなんですよ。でカフェインレスコーヒーって少しだけ入ってるみたいで、カフェインが。けどなんかデカフェもねあんまり体に良くないみたいな情報とかなんかちらほら聞くんで、とりあえずカフェインレスでカフェインのそのね摂取量めちゃくちゃ落として飲んでます。あとねめっちゃ水飲むのが大事らしいですね。水分が出てっちゃうんで、それでね余計肌が乾燥して皮脂がめっちゃ出てきちゃうみたいなこともあるそうなので、はい、めちゃくちゃどうでもいいかもしれないですけど、なんか今自分がね、あの最近あそうなんだと思ったことを話してます。そうカフェイン、コーヒー好きだからさ、飲めない日は嫌なんだよね。基本ずっと飲んでたいんだけど、なんかだからといってね肌が荒れるのも嫌なんで、そういう風に僕めっちゃね鼻にニキビできやすくて、鼻にニキビできるとすっごいひどくなっちゃうんですよ。痛い、めちゃめちゃ痛くて長引いちゃうっていうか、ほっぺとかだったらすぐ治るんですけど鼻がね全然治らなくて、でそれがねすごい嫌なので、あの肌荒れすごい気にしてるんですよ。なので、ね、コーヒー好きだけど肌荒れ気になってる人はね、カフェインレスコーヒーとか、あと水いっぱい、とにかく水いっぱい飲むのが大事ですね。逆にねコーヒー飲まずになんかストレス溜まるのも逆効果だと思うので、コーヒーは我慢しないでその飲み方を気をつけるっていうのが大事ですね。あとミルクとか砂糖は絶対入れないことですね。僕はまあそもそもコーヒーはあの生コーヒー、生っていうと変だけど、あのブラックが大好きなのでそれはないんですが、ブラックでマジで慣れると本当に美味しくなってくるのでね、あの普段砂糖入れてる人もブラックちょっと試してみるといいと思います。姉がねすごいねブラック苦手なんですよ。で苦手だったんですけど、なんか僕がねあのブラックにした方がいいよってめっちゃプッシュしたら頑張って飲むようになって、今じゃねコーヒー大好き人気になってるんで、はい、ブラックは本当に慣れなのでね、ぜひね飲んでみてください。僕も最初はブラックは大嫌いでしたけど、我慢して飲んでたら美味しくなってきたんで、なんかでもねちょっとねその域を超えるとね、あの毎日飲まないとダメになっちゃうので、ちょっとそこはね注意です。
結構依存しやすくて僕だから絶対タバコとか吸わないようにしてるんですよ。タバコ吸ったら僕間違いなく依存するんで金は飛ばしたくない。タバコでね金飛んじゃうのだけ嫌なんですよ。今はねヨーヨー以外にあんまりお金使いたくなくてまあこれだから多分彼女できないんだろうなっていうあれなんですけど、本当にねヨーヨーにお金を使いたいんですよまあ言うてもコーヒーってコーヒーも毎日飲んでたら結構そこそこするかもしれない。レールよりポンポンコンボですよ今。いて、これね、そうなんですよ。バインドもね、あの点が入るバインドがあって、プラスチックエップってめっちゃ簡単じゃないですか。これでも1点入るんですね。だからね、バインドの中の構成でね、プラスチックエップ入れてもいいですね。あとはまあ普通にね、ラセレーション系の、要するにね、ストリングをこう引っ掛ける動作を入れると、あのバインドも点が入るみたいです。まあこれもね、同じような動きだとね、その2回目以降は点入んないみたいなので、そこも注意ですけど、なんかそういうのもあるみたいですね。僕のレールの中で点が入らない部分があって、多分ここもそうなんですけど、この流れからだとなんかここも入らないしここも入らないみたいな話を聞いて、なんかむずって思うんですけど、確かにそうだね。なんかもうやべえ、よくわからなくなってきた。なんか喋りながらやっててよくわからない。むずいっすよ本当に。あのマジでこれカットしたいんだけどな。まあいっか。何話したんだっけ。そう、レールのね、その最後の部分ほとんど入らないみたいでむずいっすよね。だからでそれを改善するべく教えていただいたのが、本当に違う動きを入れるっていう、この流れから違うな、この流れからこうしてここまでやって、でここから流れをこうちょっとね別のレールのね流れをこうって入れて点を入れていくっていう、わーって思いましたね。なるほど、なんかレールの組み方って本当に難しいなって思う。なんか本当やばい、何喋ってるのか分からなくなってきたな。ちょっと一回練習に集中します。すごいね、あの悪いこと言うつもりじゃなくてもね、なんか悪いこと言っちゃうんでね、こういうね垂れ流し状態でやるのめちゃくちゃ不安なんですよ。なんか絶対僕生配信とかできない。なんかねこの不意に放った言葉で炎上しかねないから、すごいねそういうのを気使っていつも編集してるんですけど、今言ってないよね、大丈夫だよね。なんかそうなんですよ、徳島アランね結構ね意外と口悪いんで、なんかちょっとねその失礼なこと言ってたらマジで申し訳ないんですけど、今んとこ言ってないですよね。不安になってきちゃう、不安になってきちゃうよ、不安になってきちゃう。コーヒー飲んでね。でもなんかやっぱちょっとカフェイン入ってるんだね。カフェインです。でもなんかちょっとドキドキする。あ、でもこれは濃いなのか、これは濃いの方か、どっちだ。僕のバイト先の、 あの目の保養の女の子が辞めちゃうんですよね。あの普通に見た目がタイプで、でもまあ話す機会とかなかったんですけど、あの普通にね、あの見た目が普通にタイプな子がいて、その子がね辞めちゃうんです。いや結構それでね割とメンタルやれてますね今。すごいスタイルいい子なんですね。いや
多分こういうのをカットするべきなんだなと思う。こういうことも言っちゃうの。あ、背中かい。よし、じゃあちょっと最後に、あの最後にちゃんと丁寧に通して終わります。ちょっとこれマジで練習できてる気がしね。大丈夫か。でもこれ全部は入らないからね、レールのどこかを省略すると思う。やばい、今ので交換1回入っちゃったよ。徳島アイランド、徳島アランがいっぱい。これマジでさ、楽曲のあれやったらさ、みんな使ってくれるかな。30秒で。徳島アイランド。皆さん、これが質の悪い練習ってやつです。こういう風にならないようにね、頑張って練習しましょう。めちゃめちゃ質悪いな、この練習。はい、多分ね、ちゃんと、よし、終わります。いやすいませんね。コーヒーがうめえもんで終わりたいと思います。あー、うまかった。ありがとうございました。